どうもアルディです。各地で熱戦が繰り広げられているジャパンカップも前半戦が終わりました。今回は私がジャパンカップ用に作成した簡単改造マシンを紹介していきたいと思います。まずは全体像はこんな感じ。軽量かつシンプルな作りになっています。フロント周りはこんな感じ。 S2 シャーシをバンパーレス化し、カーボンワイドリアステイのサイドをカットし装着しました。しかしそのままリアステイを使用するとフロントローラーのスラスト角がつかなくなってしまうので一工夫。バンパーの付け根にスプリングワッシャーを左右1枚ずつ挟んでビス止めするとステイが斜めに装着され、簡単にスラスト角をつけることができます。そしてその上に市販のカーボンスラダンを装備。軽量化のためローラーステイのサイドもカットしています。そして立体交差へぶつからないようにフロントスタビの高さを通常よりも低く設定。そのフロントスタビは2ミリのプロペラシャフトとカーボンステイの端材をこんな感じに接着して使っています。最近始めた自転車で学んだのが足回りを軽量化することの大切さ。それを実践するため市販のホイールをデザインナイフで地道に削り軽量化しています。ギア周りは各ギアがシャーシと干渉し合わないようにスペーサーやワッシャーを使い調整。カウンターギアは中身をくり抜いて使っています。リア周りも至ってシンプル。リアワイドステイと直カーボンを使い極力軽く作りながらもフェンスへの引っかかり防止対策ができるような作りになっています。リアマスダンの支柱には 2mm プロペラシャフトを使用。シャフトについているピニオンが固定具になるようこんな感じで接着しています。これだと簡単かつ頑丈に接着できるのでとても使い勝手がいいと思います。今回は軽いマスダンを効率よく動かすために一工夫。いつもは壊れにくさを重視し支柱にはビスを使うのですが、ビスのねじ切りにマスダンが引っかかることがあり動きが鈍い時があります。そこで今回はジャパンカップ専用マシンということもあり、頑丈さよりもマスダンの稼働効率を重視しキャップスクリューと 2mm プロペラシャフトという突起がない素材を使用し効率よくマスダンが動くようにしています。端子には黒ブレーキをカットして使用。シャーシの肉抜きもこんな感じにして最低限のシャーシ剛性も保っています。このマシンで開幕戦35秒台完走ができているので、次戦はもっと良い走りができるようにセッティングを詰めていきたいと思っています。今回もご視聴いただきありがとうございました。お手数ですがチャンネル登録をよろしくお願いします。